ープ JCB。 川口先輩、 JCB のタッチ決済について教えてください。お、いいよ、何でも聞いて。そもそもですけど、 JCB のタッチ決済するとき、なんて言えばいいんですか？はいはい、行くよ。 JCB のタッチ決済でって言えば OK。 覚えやすいですね。覚えやすいよね。次にタッチ決済のメリットって何ですか？そうね、まずかざすだけスマホで使える、海外でも使える、クレジットカードと同じくお得で安全。もう少し詳しく教えてください。つまりね、端末にパッとかざすだけで決済できる、かざすだけで乗り物にも乗れる、リップルマークがある場所なら国内外どこでも使える、カードの利用に応じてポイントがつく、高いセキュリティ技術を採用しているから安心して使えるって感じかな。すごい、ありがとうございます。次はタッチ決済ってどういう時に使うんでしょうか？どんな時にも使っていいけど、例えば君がデートしててさ、相手が席を立った時にサクッとお会計しておくみたいなこともできちゃうわけよ。ああ、いいですねそれ。でしょ。先輩はどういう時に使ってるんですか？私？そうね、遅刻しそうで時間ないけど喉渇いたみたいな時、売店でさっと買ったりとか。おー、遅刻しそうなのに？いや、急ぎながらだよ。ちなみにタッチ決済ってどういうお店で使えるんですか？どういうお店？コンビニとか、あとは JCB さんに聞いてみよう。え？というわけで、タッチ決済が使えるお店ってどういうところがあるんでしょうか？コンビニやカフェ、飲食店やドラッグストア、スーパーなど、いろんなお店でじわじわ広がっています。タクシーで利用している方もいらっしゃいます。タクシーも。なるほど、ありがとうございます。他に聞きたいことはございますか？私、正直聞きたいこと結構あるんですよね。いっそ JCB さんの本社へ行ってみたいんですが。いいですよ。本当ですか？ありがとうございます。JCB。